PCR 検査、保険適用する、私はね、保険適用するのは、これは必要だと思うんですが、保険適用しても、その検査ができるのは、全国11万ある医療機関の中で843だということですよね。やはり疑いのある方は一定のところに行っていただきたいということが前提であります。私ももうどこでもこのね PCR ができるようにすべきだということを主張しているわけではありません。これ咽頭の唾液を取る、あるいは給痰をする、でシールドつけてやっぱり防護してやらなきゃいけないわけだから、なんかどんな医療機関でもやるべきだと私も思いません。だから一定の制約することは当然だというふうに思いますけれども、総理はね昨日こう言ったんです。かかりつけ医が必要と考える場合には全ての患者が PCR 検査ができると。でね、こういうことを言ったら誤解されませんか。これから患者数が増加していくことになればですね、一般の医療機関でしっかり感染防御をしていただく、そういったところの対応をお願いをしていく、こういうの一人歩きするんです。おそらく多くの国民は保険適用されればどこでも検査を受けられるんだろうなというふうに思われたと思いますよ。実は違うわけじゃないですか。今回は保険適用される、そうなると843の医療機関でしかできなくなると、最初からそこしかできなくなるということになるわけですよ。私はね、別にそれがいいとか悪いとか、今のキャパシティから言ったらそうなのかもしれない。でもやっぱり国民に対してもっとね正しい情報を伝えるべきなんじゃないか。現時点においてはですね、まさに今、厚労大臣から答弁をさせていただいた通りでございますが、その次のフェーズにおいてはそれを目指していくということを申し上げているところでございます。いや、これをね読めば、保険適用により保健所を経営することなく直接検査依頼を行うことが可能となりますと言ってるわけですね。だそう、これを普通の人が聞いたら、保険適用されればこれは検査出せるようになるんだなと思うじゃないですか。国民の皆さんは本当に不安に思ってるんだから、正確に誤解の余地なきようにきちんと総理が自分の言葉でしゃべるということが、こういうときは大事じゃないですか。